どうも、鈴本です。今回はナイリタワーオブシリンというゲームをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。プレイプレイはこうか。プレイこれはセーブデータってことかな。これキャラクターも選べるの。まあとりあえずこれで、多分これがシリンっていう女の子なんですね。よいしょ、スタートしましょう。他のキャラクターでもプレイできるってことなのかな。人間と動物の共存する城郭都市なのかな。なんかインドのようなアラビアンのようなテイストの街ですね。ナイリ…てんてんてんと。はあ、目の下にクマできてますね。はあ、つまんない。なんなのサミ、この章を全部読まなきゃいけないって。しかも今夜中に。なんか勉強中なのかな。シリンの文化史、むしろ退屈文化史って感じ。今時のガールですね、ナイリちゃん。サミのレッスンは最近厳しいな。抜き打ちテストでもあるのかな。サミ眠くなってきた。ちょっと少しだけ寝ちゃおうかな。まあ、眠い時はね、目の下にクマ作るほどだったらもう寝ちゃった方がいいね。明日ありましょうよ。明日できることは。グー。お、これがサミか。なんかアライグマのようなじいさんだね。ナイリ、サミ、あ、居眠りなんかしてないよ。シリンの文化史をちゃんと読んでたんだよ。本当に寝てたね。完全にごまかせるかな。それはどうでもいい。今すぐここを出ろ、一大事。サミどうしたの、怖いよ。何が起こって、今までの騒ぎの間ずっと寝てたのか。ノエルとサイラが王室護衛隊に収監された。ノエルとサイラ友達でしょうか。え、どういうこと。お父さんとお母さんどこへ行っちゃったの。王室護衛隊に連れられてしまったんだ。ナイリ、ナイリのことも探しているが、なんでだろう。私の嘘を見抜くのもそう長くはかからないだろう。もう時間がない。道の反対側のフレドリックの家に逃げるんだ。 なんで。何も悪いことなんかしてないのに。ナイリ、私の言うこと聞くんだ。じゃないとひどい目に遭ってしまう。何か迫害を受けているのか、何か悪いことをしていたのか。窓から降りるんだ。いつも隠れてやっていたように。行け、フレドリックの倉庫に隠れるんだ。サミー、そんなことできない。サミーはどうするの。お父さんお母さんは。そうだ、サミーは捕まらないんでしょうか。今すぐ行くんだ。戻ってきてはいけない。なんかサミーは犠牲になろうとしているんじゃないでしょうか。あそこで押さえて、お、これでいろいろ動かされた。こう窓から出るということですね。フレドリックの家、道の向こう側。何が起きてるの。なんでこんな夜中に逃げなくちゃいけないの。サミー置いてきちゃっていいの。目の下のクマもすっかり消えるぐらいに目が冴えてしまいましたね。深呼吸。サミに言われたことに従うんだ。もう戻れない。道の向こう側のフレドリックの家に行かなくちゃ。ゲームをセーブしますか。早い早いですね。準備万端、いいでしょう。しましょう。よし、ここか。お邪魔します。このドアなら開いてる。フレドリックが待っててくれてるの。中に入ろう。退屈でつまんないって言った割には結構ナイーブなとこありますね。フレドリック、あの、誰かいますか。怪しげな奥になんかオウムのような銅像が。誰もいない。やっぱり寝てるのかな。でもドアは開いてたよね。開いてたよね。どうしよう。サミが王室護衛隊が私のこと探してるって言ってたのに。落ち着いて考えるんだ。隠れなきゃ。どこか隠れられるところがここにあるはず。どっか隠れましょうか。銅像の裏とかいいんじゃないですか。大きい像、絶対高いよ。
高さは今どうでもいいな、効果かどうかは今いいんじゃないでしょうか。その裏に書く、あ、見つけたぞ、ひぃ、見つかっちゃった。あ、フレドリックだ。おー、クマさん、クマさんだ。あ、髪生えてるなんか、ほっほっほ、心配するのはガキンチョ、ただのフレドリックおじさんだよ。お、気のいいおじさんだね。すぐ入ってきてくれてよかった。私はまだ準備途中だったんだがな。心地の良いところじゃなくてごめんよ。私の倉庫はゲスト向きじゃないんだ。倉庫だったのか。ナエリーもキョトンとしている。ん？私の鼻に何かついてるかな。鼻というか頭ですね、どっちかというと。なんで髪生えてんだろうっていう。ちょっとだけしかも。私のこと待ってたの？ああそうだよ。君の両親は王室護衛隊に捕まってしまったみたいだね。そうだろう。お父さん、お母さんが泣いちゃう。泣いちゃいそう。かわいそうに混乱しているに違いない。私はね、サビの友達なんだ。あんまり面識はないと。彼に君のことかくまうようにって頼まれたんだ。かくまってください。そしたら僕からもお願いします、シリンのこと。だがあまり時間がない。もう出発しなきゃいけないんだ。いいか。はい。出発どこに行くんでしょう。何が起こってるの。護衛隊はお父さんお母さんから何が欲しいの。なんでサミはあなたに今日起こったことを教えたの。あといっぱい聞きたいことはあるでしょうけど、これこれ、君が混乱しているのはわかる。だけど今は話している場合じゃないんだ、ナイリ。それに子供には難しすぎる一周する必殺の一言。子供には難しい。まだナイリには早い。でもとりあえず大人たちの意見が食い違って喧嘩してるってことだ。分かったかい。ってことはなんか戦争かなんかってことなんでしょうか。じゃあこのたくさんの貨物が見えるかい。それを運ぶ乗り物も、私の会社は物を運ぶ仕事をしてるんだ。んー、それで倉庫。君を安全なところまで密輸する。ああもう密輸なんだ。密入国じゃん国をまたぐかどうかはまた別か。だからこの中に入っておくれ。クッションも敷いてあるよ。おいいですね。割とこじんまりとしてるけど居心地はいいかもしれませんね。住み心地は。こっからが私の家。これしか方法はなさそうだしね。良い心持ちだナイリー。さあ君をここから脱出させよう。でもフレドリックさんは優しそうだから信頼したいね。お、旅立って、あ、広大な砂漠。あ、始まりました。ナイリタワーオブシリン。改めましてスズンボです。よろしくどうぞ。あ、密輸中ですね。なんで中におっちゃんの絵がイラストが。一人じゃないよってことでしょうか。リーダーあれなんでしょう。あの遠くに見えるもの、盗賊猫たちがハントしてるみたいだ。気をつけろ。守備の位置につけ今だ。何をやってるんだ。ハントってことは狩りか何かしてるのか。何としてでも貨物には触らせるな。来るぞ、行け。覗けないかな。戦っている。猫と戦ってんのかな、猫の盗賊と。はっ、うー、にゃー荷物をこっちに渡すにゃ。いてだいなんか木刀かなんかで殴り合ってんのかな。これはごぼうしばき合い対決かな痛いとかで、なんか結構金属音が鳴り響いてるような気がするけど。僕のパンツが、おい不公平だぞ。どういう戦いしてるんだこれ。リーダー、あいつら早すぎます。全く攻撃が当たりません。当たってないんだ。そのじゃあ金属音は一体何おい撤退だ。貨物はいい、置いていけ。こんな食べ物のない砂漠なんかで死にたくない。そりゃそうだ、サソリの餌になっちゃう。お、音がやんだ。密輸は、あいつ砂漠って言った。砂漠にいること知らないのか。にゃっはっは、ふう疲れた。みんな大丈夫か。冗談はやめろよ親分、こんなのなんともない。守備につけ。だってあのクマ信じられる。クマたちか。見せかけだけですね。よし、これは何の貨物だ。高価だといいにゃーと開けると内裏が、あらこんにちは。これ金だ。あ、別の箱か。にゃっはっは、やった、上流地区から来たものだ。内裏は上流地区から来た、上流地区に住んでいたんですね。アシーム、こっちには、こっちにまだ木箱がある。アシームという猫かな、クマかな。俺が調べる。みんな貨物を集めろ、戻るぞ。この木箱はダメ。開けないで。開けられちゃうんでしょうな。
はい、こんにちは。足、あ、猫ちゃんだ。アイルーみたいですね。何が入ってるのかにゃん。悪そう。泣いてるもん。もうすでに泣いてる。結構泣き虫ね、ナイリちゃん。ぎょ。目が怖いよ、猫の。その目、猫の目は怖い。おやおや、小さな密航者さんか。いや、その顔を見る限り誰かに密輸されてるな。それがわかるの。密輸されてるってことがわかるっていうのはなかなか鋭、なかなかの鋭さですね。アシーム、罪には置けないね。どうした、黙って。まあいい。あ、閉められちゃった。静かにしてるよ。言うこと聞かないと後悔するぞ。あれ、意外といいやつなんですかね。よし、お前ら戻る準備はできたか。ウィス親分、木箱には何が入ってたんだ。ああ、あれは後からの楽しみだ。すげえ高価なものだぞ。あ、売り飛ばされちゃう。私、やっぱり動物たちにとっては人間は物珍しいものなのかもしれない。どこまで行くんでしょう。お、いた。よし、これで最後。ギャングの皆、ギャング、また砂漠に戻るっていうの嫌がるだろうな。なんでそんなに急いでるんだ、アシーム。急いでる？ああ、そうだった。今お前が置いた木箱あるだろう。あれ、中に女が入ってるんだ。もっと丁寧に扱わなきゃいけなかったな。ほ、本気なのか、ヌアー。にゃっはは、そうだとも。これはビッグチャンスだ、ヌアー。この砂漠から出るためのな。やはり売り飛ばされてしまう。わ、私、大砂漠にいるの？この盗賊たち。早くここから出なきゃ。こいつの身の後ろ金を狙ってるんだな。見てもいいか。後で好きなだけ話でもしてろ。だが今はダメだ。もうすぐ誰かがこの女を探し始める。鋭いな、アシームは。なんか今まで幾度となく修羅場をくぐり抜けてきたんでしょうか。ああ、だからアシームは砂漠に戻りたいのか。まあ行く前にこいつに質問ぐらいしてもいいだろう。おい、お前なんでこんなところに入ってんだ。誰がお前を探してる。王室護衛隊です。喋れないな、ヌア。無駄だ、そいつ喋らんねえんだ。怖いのか。さあな、それより聞けよ。このフレドリックってやつはこの女を誘拐か密輸しようとしていたんだ。うん、どっちにしろ誰かが身代金を払うだろう。もしこの女を探しているやつを見つけられたらな。あ、これは王室護衛隊に売り飛ばされちゃまずいな。ああ、だけど見つけられなかったらどうする。こいつのおもりをするのは、子守をするのは嫌だぞ。また貨物盗みをするよりこいつの子守を1年やった方がまだマシだ、ヌア。こいつの金を使ってヌーラで王様のように暮らせる。利用、骨の髄までむしゃぶるように利用しようとしてますね。アシーム、お前本当にこの女にそんな高い価値がつくと思ってるのか。エクスペンシブよ、舐めないで。もしかしたらこいつは競技会会長の娘かもしれないぞ。やる価値はあるだろう。来い、砂漠でこいつを探してるやつがいるか調べるぞ。わかった、親分。すぐに上に行く。ゲートに鍵をかけなきゃいけないからな。あいつら私を使って人からお金を取るつもりなんだ。もし王室護衛隊に売られたらどうしよう。そうなんですよ、それは不阻止しないといけないね。ここから脱出しなきゃ。もう盗賊猫たちはいない、行ったみたい。もしかしてこの木箱を蹴れば出られるかも。これ壊れやすいといいんだけど。上パカッと開かなかったっけ。鍵かけられてんのかな、さすがに。よいしょ、どっかから。多分ですけど、このポスターはダミーでしょう。はい、そんなこともなく。お、あ、蹴る。バシバシ。もう一回。バシ。バシ。お、開きましたね。おいし、開いた。ここから出ると。さあ、逃避行だ。こんなとこで一人で。あ、猫の隠れが。あ、檻になってる。閉められちゃってるね。よし、怖がってちゃダメだ、ナイリ。あいつら盗賊が帰ってくる前に脱出しなきゃ。脱出しましょう。よっしゃ、セーブ。というわけで、ナイリの逃避行生活が始まるというわけですね。それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回、明日お会いしましょう。さよなら。